はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数三の分数関数の積分丸1をお送りします。で、今回ね、この3問やりますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、分数関数っていうことでね、まあ、見た目で分かるように分数の、まあ、関数になってるわけなんですが、改めて今回分数関数ってタイトルをつけてるんですけど、別に分数関数、まあ、分数のね、積分初めてかっていうと、まあ、そんなことはないわけですよ。例えば、まあ、絶対ね、覚えておいてほしい技で言うと、例えばこういう、この積分ですね、dx。これ、もしよかったら動画止めてやってほしいぐらいなんだけど、覚えてるかい？これ。これ何が特徴かっていうと、分母、下のね、こいつを微分したもの、これ微分すると 2x-3 ですよね。それが上に乗ってると、ね、分母の微分したものがちゃんと分子に乗ってるときは、これはログの中絶対値に分母をそのまま丸々突っ込んで、でプラス c つければ終わりだよっていう技をね、まあ、かつてやってるわけですよ。まあ、こういうところでやったわけなんですが、それが使えないと、ここではね。じゃあどうしていくのっていうのを、まあ、分数関数の処理の仕方ですね、をぜひ覚えておいてください。で、分数関数の解き方は主に2つです。2つに分かれます。で、まず1個目、これね、これは、まあ、分子の次数を下げるなんて言い方をするんですけど、まあ、よく自分は、まあ、分解するっていうか、ちょっと形を変形していきます。で、どうやるかっていうと、このね、 x プラス1分の x マイナス2をですね、こういう風に書き換えます。意図的に x プラス1を作るんです。無理やり作る。で、もちろん勝手にこれを x マイナス2をね、プラス1に変えては困るので、戻せるように帳尻を合わせます。例えば、ここにマイナス3をつければ、分子。計算すれば x マイナス2に戻りますよね。だからこういう風に変形する。こうやって。そうすると、分数っていうのはこういう風に、例えばさ、5分の x マイナス3って書き換えればさ、5分の x マイナス5分の3って書き換えれますよね。こう左側と右側に。それと同じように考えると、左側、x プラス1分の x プラス1なんで、1なんですよね。1。で、右側が x プラス1分の3と。で、もともとこういう風になってたのがこうなるんです。そうすると分子。上の次数が、もともと一次式だったのに、ここ、一次式じゃなくなるんだよね。次数が下がってくれる。そうすると、これ一発で積分できます。あとは。1っていうのは積分すると x。で、これは、ちょっと復習ね。ちょっと3、覗いてこれだと思って。これ、積分すると、dx ね。これすると、これはログ、絶対値 x プラス1です。これね、分数。で、これなんでかっていうと、まあ、下が一次式なんでね。最初に復習したのと同じです。1っていうのは、その分母の x プラス1の微分したもの。まあ、微分したら1じゃないですか。それが乗ってるって考えれば、ログの中にこれを詰め込んだものにできるっていう。だから、マイナス、まあ、3つけておこうか。3、ログ、絶対値入らない。x プラス1閉じて、で、プラス c か。つければ、これで終了となります。これが一つ目のやり方です。分数関数。変形をして、分子の次数を下げるっていうね。でですね、2番も全く同じ方針でやっていくんですが、多分ね、こういう風な問題が出てきたときに、教科書とか、ワークでこれやれよっていうのが書いてあって、おそらくね、筆算やれって書いてある問題集が結構多いです。まあ自分がチェックしたところだとね。で、筆算っていうのはこれ、分子、上割る下を筆算でやるんです。そうすると、ちょっとやってみましょうか。x2 乗マイナス x、筆算ね。x プラス1と。で、まずこれ合わせるためにここ x ね。一番左側合わせる必要があるから、x にすれば x2 乗ってこう揃うからね。こう。で、プラス x。x2 乗。ごめん、喉だ。ごめん。かけて、プラス x ね。
で、これで引くことの、そうするとマイナス 2x になります。ここ引くとね。で、まだ終わりません。マイナス 2x なので、それを出すために、マイナス2をかければ、マイナス 2x が出てくるね。マイナス 2x。で、プラス1にもかけると、マイナス2。で、引くことのすれば、2が出てくる。つまり、小が x マイナス2、余りが2と、筆算でできるわけですよ。で、これ何がわかるかっていうと、これもともと、まあ、割られる式って言い方するのもあれか。まあ、いいか、割られる式ね。x2 乗マイナス x は、こいつ、かける、こいつ、足す、余りの2ね。こうやって変形ができるんです。なので、まあ、ちょっと書き換えてみましょう。やっていくと、x プラス1分の、ここかけるでしょ？だから、x プラス1かける x マイナス2、余りがプラス2と、こうなるんです。で、これってさっきと同じなわけですよ。左側と右側になる。できるから、だから、インテグラル、左側はね、x プラス1と x プラス1、約分で消えるので、残るのが x プラス2なんだよね。あ、まぁ、x マイナス2。これだけが残ります。で、右側、まぁ、これカッコあれか、しなくてもいいね。全部入れちゃおうか。プラス x プラス1分の2で dx で、こうなれば x は積分できるし、マイナス2も積分できるし、これもね、さっきと同じです。ログに入れれば積分がすぐできるので、ああできそうだねって感じで終わり。じゃあ行きましょう。x は積分すると2分の 1x2 乗、ここがマイナス 2x で、プラス2ログ絶対値 x プラス1プラス c なんですけど、まあ、これでもね、大丈夫かなと思うんですが、個人的にね、ログの前に2がくっついてるときは、この数字は肩にくっつけることができるので、2乗にしちゃった方がいいかなと思います。だからここの3乗した方がいいんじゃないかって感じもするんだけど、個人的にね、2はね、つけておきたい。なんでかっていうと、まあ、消すじゃないですか。で、ここに2乗できるのね。で、2乗になると、絶対正ってわかるから、絶対値が外れて、カッコにできるんですよ。だから、そっちの方は綺麗なんですよね。なんで、そっちにしておきましょう。ちょっとまあ、学校の先生、みんなのね、先生が指示があったら、そっちに合わせてください。だから、x プラス1のカッコの方ね。2乗プラス c で、これで終了です。でですね、まあ、これ全然筆算してもらって構わないんですけど、まあ、筆算よりもちょっと早いから、まあ、個人的にね、自分がやってる方法を少し紹介させてください。ちょっと長くなるんで、よかったらスキップして、あ、必要ないと思ったらスキップしてください。で、どうやるかっていうと、どうせさ、これ、こうやって分けるの分かってるから、こういう形になるわけよ。変形としては。で、x プラス1はさ、下は分母変わらないでしょ？で、上も、筆算で割った時に割る数で x プラス1で割るわけだから、これも固定なわけよ。後で約分で消えてほしいし。で、問題は、ここの小の部分と余りの部分。まあ、余りはマイナスになるかもしれないけどね。これが分かんないと。でも、もともとこれ、x2 乗マイナス x って、もともとが分かってるから、ここさ、絶対 x しかないじゃん。じゃないと、x2 乗で揃わないし。でしょ？で、マイナス x が出てくるにはどうするって考えたときに、ここプラス1だから、ここマイナス2じゃないと、展開したときにマイナス x 出てこないんだよね。いい？答えが分かってる。もう、あとゴールが分かってるから、そっから予想できるわけ。因数、展開の、まあ、因数分解した式がね。で、これを展開すると、その x2 乗公式使って、マイナス x、マイナス2って分かるわけよ。で、この部分が必要なわけじゃん。今。で、あ、マイナス2が余計だな。じゃあ、帳尻合わせるために、プラス2すればこれ消えるから、あ、じゃあこの変形でいいじゃんってやった方が、個人的には早い。まあ、三次式とかがね、四次式になってしまうと、筆算は結局早いんだけど、まあ、この二次式とかだったら全然因数分解で予想した方が個人的には早いかなとは思うので、まあ、よかったら使ってみてください。万能の技ではないんだけどね。時間短縮にはなるかなと思います。ではでは3番行きましょう。で、最後ですね、ちょっとここがめんどくさいです。で、ここに関しては上のやり方と違う感じです。最初に話したように、分数関数は主に2つの方針があるので、1つはこっちです。この変形でやっていくパターン。で、もう1個は特徴として、分母です。下。分母が、これ因数分解できるんですよね。ちょっとしておきましょう。因数分解すると、x、マイナス 3x プラス2と。まあ、これ公式使っただけね。こうなります。ちょっと消しておきましょうか。こうなる。で、分母が積の形をこういう掛け算の形になっているときは基本的にこれは部分分数
に分けて計算していきます。部分分数です。部分ね。これ部分分数って言うんですけど、分けて計算していこうと。どういうことかっていうと、インテグラル、この x マイナス3分のほにゃららプラス x プラス2分のほにゃららっていう風に分けるやつです。これ部分分数ね。で、こうできてしまう。例えばね、これでやってみてさ、これは5とじゃあ3って分かるとするじゃないですか。そうしちゃえば、これ x-3分の5って、これと同じだからすぐログでいけるでしょ。積分できるし、こいつもすぐ積分できるから、ゴールに一気に近づけるんだよね。なので、こうやって部分分数の形にしていきます。楽なんで。ただし問題はここの数字です。これが何かが分からない。で、それをしっかり出しに行きます。で、どう出しに行くかっていうと、ここでは高等式、ね、を使っていくんですけど、ひとまず、まあ、A とか B って置いてください。文字で。置きます。で、置いて、こいつをもう一回通分するイメージ。で、これね、できれば頭の中でもう慣れてほしいとこなんだけど、まず最初なんで、ちゃんとやります。これを通分すると、こっちね、すると、間違ったね。分母はくっつくので、こうなりますと。こうね。で、分子なんですけど、通分すると、こっち、A の方に x プラス2がなかったんで、余計にかけるから、A に x プラス2をかけますよね。で、足すことの B の方には x マイナス3がなかったので、余計にかけるから B に x マイナス3をかけると。こうなります。で、これちょっと分子だけかけますね。分子だけ。展開すると ax プラス 2a プラス bx マイナス 3b になります。それを x でまとめると、くぐります。a、カッコ a たす bx。で、ちょっと意図的にまとめますね、後ろ。2a マイナス 3b。入ったかな？怪しいな。あ、ギリギリですね。こうなります。ということで、点々にしておきましょう。で、今ですね、これ自分で置きましたけど、これをもう一回通分したらこうなりましたと。もともとはこれと同じですよね。で、分母は当然共通してます。ってことは、分子も同じにならなきゃまずいんです。絶対同じものだから。ってことはですね、今、ここ、a たす b、x になってます。x にくっついてる係数は a たす b です。ここ見ます。x にくっついてる係数はマイナス1なので、つまり、a たす b はマイナス1なんです。で、残りの定数項の方ですけど、2a-3b も8と一致しなきゃいけないから、2a-b イコール8か。これの連立方程式を解きます。で、まあ上に2でもかけて 2a-2 にしてですね、引き算すると、b が2かな。これ間違ったらあかんね。でもね、2a 待ってね、暗算でいいから。2a-2 で引き算すると違う。b は-2か。危なかったねで、マイナス2で B が、あ、A が1か。これだってる？ってことで、A と B 出ましたんで、ここが、A が1、B がマイナス2。ここマイナスこうしとこうか。マイナス2とこうなりました。大丈夫かな？さっきやったけど心配になってくるよね。大丈夫だね。OK。で、あとは最初にも言ったように、これあればもう積分できるので、ちょっとこっち持っていきますね。まず最初の方が、ログ、絶対値、x-3 です。こうね。で、引くことの、ここ。これが、2、ログ、絶対値、x、プラス2になるんですけど、さっき言ったように、2が出てきたときは2乗にしちゃいましょう。なので、この2を取って、ここが絶対値から、カッコになって2乗で、プラス c です。で、おそらくここで止めても問題ないかなと、バツ使うことはないと思うんですけど、一応、ログ引く6なんで、で、手がね、いいで揃ってるので、ログ引く6くっつけちゃいます。引き算っていうのはログは、割り算になる、分数になるから、こっち引くこっち、ログの中身ね、進数がこっちがこうなるわけよ。分数で、こうなるわけ。だから、手かけるところが、ちょっとあったな。なので、行きましょう。ログ、こっち絶対値がカッコなんだよね。だから、これが下に来るから、カッコ x プラス2の2乗、絶対値 x マイナス3プラス c と。ちょっとわかりにくいに囲っときましょうか、ここは。お前さん、ちょっとどいててね。ごめんなさいね。プラス c。これが答えになります。
まあちょっとごちゃごちゃしておりますが、まあ今回ね、捉えてほしいところとすれば、主に二つです。分数関数。最初に紹介した技、懐かしい、昔やったね、あの技に関して入れると三つになるんですけど、今回覚えてほしいのは、このまず変形です。こういう変形をして解いていくパターン。まあシンプルな方ね。と、部分分数を使って解いていく。まあこっちの方がよく出てくるかな。まあ両方有名ですけどね。テストでやっぱ出てきて、取りにくい。得点をね、落としやすいところは下になりますので、まずこんな感じでやってみてください。で、一応ですね、次回もう一本だけ分数関数の問題で、まぁ、ちょっと難しめの問題。そんなね、いっぱい問題集できないんですけど、板書の関係で。できないんですが、もう一本やりますので、もしよかったらね、次回の方も見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。